よし。かわいい。ペットにしよう。皆様、こんにちは。今日の主役は、春のお散歩で捕獲した、クロスズメバチの女王です。この日は3月中旬で、気温も20度を超えていたため、せわしなく動き回ります。止まって見つめ合うと可愛いのに、カメラのフレームに捉えられない速度で、こうやって動き回る姿は、まるで、ハエや、アブ、ゴキブリのようです。今昆虫ゼリー入れてあるんだけど、だいぶ動きが速くてね、食べてくれたら近くからね、接射できるんだけどね、気温が高くてすっごい速さで動き回ってる。毒性はあんまりなくて、攻撃性もほとんどない。だからね、蜂の子っつって、あの幼虫食べたりするのもね、このクロスズメバチの幼虫なんだよ。わざわざ捕まえてね、蜂の巣を育てて秋になったら収穫するっていう手法もあるんだって。地面の中、土とかをね使って巣を作るんだよ。オオスズメバチに近いかな。巣箱で買うときも、巣箱で囲って入り口とかはね、土でね固めてあげるといいんじゃないかな。ちょっとそこまではできるかわかんないけど、とりあえず観察してしばらく様子を見たいと思います。いやー、逃げられちゃった。さっきさ、クロスズメバチ撮影してたじゃないですか。いつもの蓋、これね、いつもの蓋を外してアクリルボードをここに乗せて撮影してたんだけど、アクリルボードがこうずれたの。この辺の下の方をうろうろしてたのに、一瞬でグワーって出てきて、まあ仕方がない。